おはようございます、こんにちは、こんばんは。よろしく。フィリピン愛です。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。パラニャ家で中絶クリニックを営んでいた7人が逮捕される。このニュース記事を見たけど、パラニャ家市で中絶クリニックを運営し中絶薬を販売していたとして6人の中国人と1人のフィリピン人が逮捕されたんだって。恐ろしい事件だね。本当に恐ろしい事件ですね。中絶は法律で規制されている場合が多いですし、合法的に行われるべきなので、非合法な手段で中絶を提供していたことは深刻な問題です。そうですね。この事件が発覚したのは密告があったからなんですよね。中絶薬の販売や中絶手術の実施が行われている情報を警察に教えてくれた人がいたんです。情報提供者がいたことで警察が調査を進め、逮捕につながったのですね。情報提供者の勇気と協力が重要な役割を果たしました。逮捕された容疑者たちは中絶に使用される薬や関連する医薬品を押収されたみたいですね。中絶に関連する薬物の所持は違法なんでしょう？はい、その通りです。中絶に関与する薬物の所持や販売は法律で禁止されています。この事件で容疑者たちは医師法に違反した非合法な医療行為と食品薬品化粧品法に違反したとして告発されることになるでしょう。事件が解決したとはいえ、中絶クリニックの存在や中絶薬の販売は社会的な問題ですね。適切な医療制度と支援が必要なのかもしれません。そうですね。中絶は倫理的な問題や法的な規制を伴う難しいテーマです。社会的な対話や情報提供、適切な性教育など継続的な取り組みが必要です。女性の健康と権利を保護しながら法律に基づいた解決策を見つける必要があります。フィリピンでは妊娠中絶は厳しく制限されています。フィリピンはカトリック教徒が多い国であり、その宗教的な信念に基づいて中絶が違法とされています。フィリピン刑法典によれば中絶は違法とされており、違反した場合には罰金や懲役刑が科される可能性があります。しかしながら例外的な場合には妊娠中絶が認められることもあります。フィリピンでは妊娠が母体の健康や生命を脅かす場合、強姦や近親相姦による妊娠の場合、胎児が重篤な奇形や障害を持っている場合など、一部の特定の状況下で中絶が合法とされています。ただしこれらの例外的なケースでも厳格な手続きと医師の証明が必要とされます。フィリピンの中絶政策は非常に厳格であり、中絶に関する法律や規制は厳密に適用されます。妊娠中絶を検討している場合はフィリピンの法律や現地の医療制度についてよく理解し、専門の医療機関や法律の専門家と相談することをお勧めします。ではニュース記事の解説します。パラニャ家市で中華系の中国人6人とフィリピン人1人が中絶クリニックを運営し中絶薬を販売した容疑で警察に逮捕されました。これは首都圏警察局治安維持犯罪対策が火曜日に発表しました。治安維持犯罪対策の警察報告によれば、数週間の監視の後7人がパラニャ家市の田んぼで逮捕されました。治安維持犯罪対策によれば、情報提供者が警察に中絶に使用される薬の販売と中絶手術の実施を告発したことが発端となりました。逮捕された警察官はミフェプリストン錠 25mg1 パッケージ、セフィキシム分散錠 100mg1 パコ、ゴールデンスロートロゼンジとメトロニダゾール錠1パックを押収しました。容疑者は現在治安維持犯罪対策の拘束下で調査を受けます。彼らは1959年の医師法共和国法2382号に含まれる違法な医療行為と食品医薬品及び化粧品法共和国法3720号の違反で起訴される予定です。治安維持犯罪対策の地域長である
エドガー・アラン・オークボ少将は、この作戦の成功は、地域社会と警察が共同して地域社会のあらゆる犯罪に立ち向かうための不可欠な結束の証です。私たちの同胞は、治安維持、犯罪対策が、私たちのコミュニティが安全で安心していることを、確保するために止まることのないことを、期待することができます、と述べました。以上となります。今日も、目に留まったニュースをピックアップしました。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。ありがとうございます。チャンネル登録、よろしくお願いします。また、チャンネル登録、高評価いただいた方へ、大変ありがとうございます。ありがとうございます。どうか素敵な、一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。高評価ボタンをよろしくお願いします。バイバイ。